三冠征伐三冠征伐は神宮皇后が白木出兵を行い朝鮮半島の広い地域を複属下に置いたとされる戦争を指す。神宮皇后は中愛天皇の記載で王神天皇の母である。経緯は古事記日本書紀に記載されているが朝鮮や中国の歴史書や碑文にも関連するかと思われる記事がある。日本書紀では白木が降伏した後、 三冠の残り二国、九だら、高栗も相次いで日本の支配下に入ったとされるためこの名で呼ばれるが直接の戦闘が記されているのは対白木戦だけなので白木征伐という場合もある。古事記では白木とくだの服属は語られているが高栗の反応は記されず三冠の後も現れない。吉川博文館の国史大辞典では 白ラ政正説節はという名称で項目となっている。ただし三冠とは馬冠、後のくだら、弁冠、後の三股、から、新冠、後の白ラを示し、高句麗を含まない朝鮮半島南部のみの征服とも考えられる。日本初期の記念論に見られるごとく年代は未だ確定していない。そのため、神宮皇后の活躍、三冠征抜のあった年代及び、 その史実の妥当性についての研究が続いている。和国が白木をはじめ朝鮮半島に侵攻した記録は、朝鮮の史書、三国式白木本義や公栗における公会堂碑文などにも記されており、2011年には、白木が和の朝公国であったと記されている張リミ図が新たに発見されている。記念については、日本書記は、九だら三書の一つ、九だらきを参照。 または編入している。くだらきの年月は、江戸で記しているので60年で一周するが、日本初期の編者は、日本の歴史の一部を二周、運イコール120年繰り上げて書いているとされており、くだらきもそれに合わせて引用されているので、当該部分の記述も人年代とは120年、ずれていると考えられる。井上三によれば、日本初期の編算者は、 神宮皇后を卑弥呼に否定したこともあって、江戸にうん繰り上げたとしている。また、くだらきは、早くから暦を導入しており、記念は正確と見られている。以下、日本初期の記載について一説する。中愛八、百九十九、年九月上に、中愛天皇は、神宮皇后と共に熊祖討伐のためなのあがた、長あがた、現在の福岡博多にあった、那国の貸子宮、 現カシ歌詞偶を訪れる。そこで、神がかりした、神宮皇后から神のお告げを受けた。託船では、熊祖よりも宝のある白木を攻めよとされた。しかし、中愛天皇は、これを信じず、高い丘に登り、海を見ても、そんな国は見えないとして、神になぜ欺くのかと言った。神は、なぜそのようにそしるのか、何時はその国を得ることはできないが、 何時の子がそれをなすだろうと述べた。中愛天皇は託宣を聞かずに熊素性罰を行うが敗北し撤退した。さらに翌200年2月、畜死の貸子宮で報じた。皇后らはこれを神の託宣を聞かなかったためだと嘆いた。遺体は竹内すくねにより海路ナトを通って豊浦宮で上がりされた。天書記では熊素の矢が当たったと記されている。 夫の中愛天皇の旧死200年後、神宮皇后が201年から269年まで政治を取り行った。中愛九年200年3月1日に神宮皇后は、人と宮伊波日の宮に入って自ら、官主となり、まずは熊祖を討伐した。その後に、住吉大宮の新宅で再び、白木政党の託船が出たため、津島の和日を出向した。 お腹に子供、後の王神天皇を妊娠したまま、海を渡って、朝鮮半島に出兵て白木の国を攻めた。白木は戦わずして降伏して、長江を誓い、高栗、九だらも長江を訳したという。都会の際は、お腹に月のべ石や沈海石と呼ばれる石を当てて、晒しを巻き、冷やすことによって、出産を遅らせた。月の石は三つあったとされ、 長崎県に岸の月独神社、京都市西京区のつくよ読神社、福岡県糸島市の賃海石や綿宮に奉納。また、針間国府土木一文には、針まで採れた顔料の原料である赤土、赤に、お、天の逆鉾、天の坂鉾や群ゴルろなどを染めたあり、また白木平定子、その紙を、紀伊の田川、筒川の藤城の峰に祀ったとある。 皇后方は帰国後、畜死の海で王神天皇を出産し、締めで狼目を変えた。また、白木を沈めた証として、旗八竜を津島上あ田郡峰,峰町に収めた、木坂八幡宮。神宮皇后が三冠征伐の後に、機内に帰るとき、自分の御子、王神天皇には、異母兄にあたる高坂御子、押熊王子が、機内にて反乱を起こして、 戦いを挑んだが、神宮皇后軍は、竹内すくねや、竹渋り熊命の働きによりこれを平定したという。以上が、古事記、日本書記に共通する伝承の骨子であり、日本書記には、白木に加えて、コ栗、九リ、クダラも服属を誓ったこと、白木王は、王子の美質を濡れ千八に換気、三四子地は鳥換気を人に出したことが記される。 神宮皇后摂政五年、205年、または325年3月7日に、白際王の使者として、アセレココバズ、レしほつ、モウアサリシツサトシ、モマリシチ、フラハハサトシ、ホラモチラが派遣され、人質として和国に渡った美術管理、ミシカンキの祭祀が土日とされたので返還を求めると、してきた。神宮皇后は、この要求を受け入れ、見張りとして、 カツ卒彦を白木に使わすが、津島にて、白木王の使者に騙され美質管理に逃げられた。怒った卒彦は、もうあさりしつさとしら三人の使者を焼き殺し、たたらず、たたらつ。富山南の多大裏から上陸し、草良城、草原の差し、京商南道両山を攻撃して、捕虜を連れ帰った。この時の捕虜は、桑原、助備え、 高宮、おし会の四つの村の漢人の祖先である。神宮四十六年以降は、九だらきが公文されている。神宮四十六年、二百四十六年、または三百六十六年三月一日、島すくねを卓順国に使いす。卓順王の末二式肝儀は、九だらの久し帝、九帝、渡る修流、三鶴、白衣西へ、幕子らが日本に上皇したいと。 シマスクネに伝えた。シマスクネは、ニワワタル、ニワヤとタクジュンジンの過去、和光クダラに使いした。クダラの将校を、金将校は喜んだ。王は財宝を送り、また蔵を見せて、これらを調校したいと、ニワワタルに告げ、後シマスクネらは日本に帰還した。翌年四月、クダラは日本に調校した。神宮皇后四十九年、二百四十九年。 または三百六十九年三月には、神宮皇后が、将軍、新田和家及び香川家を、拓順国へ派遣し、白木を襲撃しようとするが、兵の増強が進言され、九だらの将軍僕ら禁止とすなすなや月、笹名ことさ、白、二郎、カフロらに交流を命じて、白木を破った。南から、国、徳の国、あら、たら、順、 カラの七カ国を平定した。サラ西方に軍を進めて、霧、壁中、絵中、布を当たるし、ほむき、半コの四つの釉は抵抗もなく降伏した。神宮五十一年、二百五十一年、または三百七十一年三月、クダラは、久指定を派遣し、日本に長考した。神宮五十二年、二百五十二年、または三百七十二年九月十日、 くだの子二騎士は、くだと和国の同盟、住山と同盟を記念して、神宮皇后へ七個鏡と七枝刀を献上した。神宮皇后六十二年、二百六十二年、または三百八十二年、桂木卒飛行を使わして、白木を打たせる。くだらによれば、神後八十二年、白木は日本に長考しなかったため、日本は幸彦幸彦 卒彦を派遣し、白木を討伐した。しかし、幸彦は、白木の美女に心を奪われ、矛先をカラに向け、カラを滅ぼす。カラ国王土野と廃棄、小白くいたりらは、くだらに亡命する。カラ国王の妹、スンデドヌイタリは、大和の天皇に直訴すると、天皇は怒って、キラキン氏、モクラコン氏を使わし、幸彦を攻め、カラを戻した。また、彦は、 天皇の怒りが収まらないことを知ると石穴で自殺したとも言う。桂ツ卒彦については、神宮大以降も次のような記録がある。俗日本記には、来白木氏752年6月の前で神宮皇后説話を聞かせて立腹させたという記事もある。仙台旧字本記には、白木に攻め入るとき、神宮皇后の他に妹の豊姫が登場し、 女性であるにもかかわらず、鎧をまとっている様を、白木人があざけ笑った様子が描かれている。13世紀末から14世紀初頭に成立した、八幡神の演技書である、八幡宮道君広報には、とあり、白木、九だら、高来の、三河の大国として記されている。南北朝末期の、太平記末期39、神宮皇后后白木宮寺。 白木を攻めたまうことでは、やわたぐ、道佐氏市と同じように神の加護で、白木政党を成し遂げたとあるが、三冠のエビスというが、新たに登場し、その三冠は、同時代の後来と、理解されている。白木は、紀元前二世紀末から四世紀にかけて存在した、新冠の後継国家とされる。新冠は馬冠、弁冠と合わせて、三冠と呼ばれる。なお、日本初期び、 当では、九だら、しらぎ、こま、高栗の三国を三冠と呼ぶ。新冠は、新冠とも呼ばれ、中国の新朝の労役から逃亡してきた、新人の国と言い,い、言語も新人、中国人に類似していたと言われる、新女新冠伝を呼び、北氏し伝。した従って、新冠、新冠の民は、中国からの移民とされるが、 中国政府系の研究機関中国社会科学院は、新刊を中国の旗の亡命者が樹立した政権で、中国の反属国として、党が管轄権を持っていたとており、議論になっている。以下、各国司書に基づき、三刊政抜に関する、白木、和国、九だら他の歴史を概説する。413年から478年まで、和国の和の語王は、 東進と僧に調考し、朝鮮半島南部での和国の支配権の国際的承認を求めた。四百三十八年までに和王さんを継承した弟の陳は、支持説、都督は、くだ良、白木、美真奈、新刊、母刊六国諸軍事、安藤大将軍和国王を自称し、同年四月に、僧の文帝は、陳を安藤将軍和国王とした。四百五十一年。 陳の後を継いだ墨は、宋の文帝から、支持説、都督は、白木、美真から、新漢、母漢六国諸軍事を、加護された。四百七十八年、墨の後を継いだこの教が没し、王となっていた教の弟の部は、宋の順帝から、支持説、都督は、白木、美真から、新漢、母漢六国諸軍事、安藤大将軍は王に助任された。 武氏はくだらも加えた七国諸軍人の都徳を自称したが認められなかった。高句林に関しては自称もしていない。四世紀の和の朝鮮半島進出は、高海道王妃、七氏等などの考古物や、中国朝鮮の文献など、全く別の資料によって実証されており、研究が進められている。四世紀後期頃から和国、大和王権が、 朝鮮半島南部へ進出したことを示す文献資料、考古資料は少なからず残されているため、三観征抜神話を根拠として持ちいずとも四世紀後半以降の和の朝鮮半進出は史実として立証されている。中国史書、僧序などの記述は、和国が朝鮮半島南部の小国家軍に対して支配力を及ぼしていた傍傷であり、朝鮮側の史書、 三国式からも度重なる和の信仰や、白木やくだら側に王子を人に差し出していたことが知られる和、和人関連の朝鮮文献。また、韓国南部の旧から未満な地域の前方後円墳の発掘で和国産の遺物が出ていることも証拠の一つとなる。三国式、三国維持といった朝鮮側の資料には、沖縄たらし姫あるいは和女王の来衆。 三国式には、卑弥呼の剣士は記載されているという記述は見られない。ただし、三国式には白木に和平が攻め込んだという記事が品質するため、危機に伝わる白木性抜の伝承それ自体は、格別不審な伝承ではない。また、日本書紀にある、白木王子の人質の件に関しては、五世紀初頭の王子羊字金の人質と、白木王の部下牧定上による王子奪還。 王子は白木に逃れたが、僕包上は和国側によって処刑されたことと合致することが指摘されている。高海道王悲文には四世紀末に和が朝鮮半島に進出して九だらや白木を侵入させ、高栗と激しく戦ったことが高栗側の視点から記録されている。リス・スム・ヒロシは1972年に交代王控暫説を主張し、 公海道被被文は大日本帝国陸軍が大日本帝国の半島進出を正当化するために石踏みに手を加え改ざんしたとしたが2005年平成17年6月23日にスミボが中国で発見されさらに2006年平成18年4月には中国社会科学院の助研心により1881年明治14年に作成された現存最古の拓本と サコボンドが完全一致していることが発表され、これにより改ざん、鉄造説は完全に否定された。神宮五十二、百五十二または三百七十二年九月十日、くだらの子二騎士は、くだらと和国の同盟、墨山と同盟を記念して、神宮皇后へ七個鏡と七子等を送った。なお、七子等に掘られた、太四年を太は四年とする説がある。 この場合、東真の体は四年とされる。ただし、この場合には、体の文字と太子の文字が異なるために疑問視する声も、ある。また七子等に彫られた、体四年を、精神の体子四年、二百六十八年もしくは、僧の体子四年、四百六十八年だという説もあり、こちらは、体の文字が合致するのでこちらを主張する学者も、存在する。山尾幸久は、 裏面ではくだらの子に騎士が、刀身皇帝を報じていることから、369年に、刀身の朝廷工房で作られた玄奈奈指があり、くだらが372年正月に、刀身に朝行して、同年6月には刀身から、くだら王に玄奈奈指が可視されると、くだらでは、同年に、これを模造しては王に送ったと解釈している。また、当時の刀身では、同居が流行しており、 七氏党の形態と、その百兵を避けることができるとする呪術力の思想があったとする。浜田工作はくだらの小に騎士が現七氏党を複製して、刀を和王に送るという外交は、当時、くだらがコウクリと軍事対立にあったため、まず、闘神と作法関係を結び、ついで和国と友好関係を構築するためだったとしている。2011年に発見された針の、 両食構図には、白木がある時は漢に属し、ある時は和に属したと、白木が和の俗国であったと記されている。両食構図は、後に原帝、元定、後原皇帝として即位する正役が、慶州志史を務めていた526年から539年までの間に作成されたとされ、白木が和国に属していた時期は、これより前の年代になる。なお、は、 ハリに徴降する諸国の外国施設の風貌を、慶州やハリの首都健康、現在の南京市で調査し、またハイネの六十九年から五百三十年没の片国地図を参考にした。神宮皇后による三冠聖伐に関する神社、史跡、関連伝承は多数ある。ミネアイによれば、慶則寺はミネアイ山にかつあった寺院で皇后の連れ帰った。 白木の王子が改装したと伝わる。伝承によれば、皇后が白木の王子を連れ帰ることにした。王子は皇后に都会を無事に終えて、自治域、日本のことにつけば、ガランを建てたいと願い出たが、仏法の是非のわからない皇后は明頭しなかった。皇后は帰国後、再域の不安に備えて、副将軍の男等と、巫女をハリワに留め置き、王子を預けた。その後、 王子は、峰屋い山に草案を作って、千住だらにを唱えたとある。この副将軍男等と、巫事とは、リマ国一軍である岩大明神の祭神をほなむち、大国主を指すとされる。また、この、峰アイき伝承における、仏教伝来と神宮皇后伝承との関連について、神宮皇后が戦利品として、白木の仏教を持ち帰ったとする見方もある。 この白木王子については、日本書紀に記載される美粒をのれち八人間シコチワは鳥間期や雨の日母ことの関連が指摘されているが、この伝承の形成にあたっては、宋代の988年に三安市によって編纂された、総工総伝での白木王族出身の僧侶の伝記が取り入れられたともされる。720年に完成した日本書紀には、 三冠性抜によって朝鮮は日本の従属国に入ったと記録されている。日本初期の記述は江戸時代に入ると国学研究の中で三冠性抜及びそれを大義名分の一つとした文録、慶長の役を肯定的に捉える論説、山が祖皇、部下時期などがある。戦前戦中を通じて小学校で配布された国定教科書などでは 史実として教育された。津田総吉は実証的歴史学の観点から危機を研究したが、1939年、昭和14年に津田が日本初期における聖徳太子関連記述について、その実在性を含めて批判的に考察したことについて、美野田胸機、三井孝志らが不敬罪として攻撃した。政府は1940年、 昭和15年2月10日に、古事記及び、日本初期の研究、神代史の研究、日本上代史研究、上代日本の社会及び思想の四冊を禁処分にした。同年に、文部省の要求で、早稲田大学教授も辞職させられた。津田と出版元の岩波茂雄は、出版法違反で起訴され、1942年、昭和17年5月に、禁錮3ヶ月。 岩波は2ヶ月、共に執行猶予2年の判決を受けた。津田は控訴したが、1944年、昭和19年に時効により免訴となった。これは津田事件とも言われるが、この裁判について津田自身は弾圧ではないと後に述べており、事件の実態について研究が進められている。戦後私学はマルクス主義の影響を受けた唯物士観の台頭により、 戦前戦中の広告士官は排除され、津田による説話論も見直され、神宮皇后の存在は後世に再構成されたものとされた。また津田総基地による分析は、津田士官とも言われ、戦後主流となり、広告士官や危機を批判、または否定するために沿用されることがあった。津田自身はそうした潮流について誤解があるとし、また、皇室、天皇制を批判するために、 津田の学説が政治的に利用されることについて津田は批判しており、天皇制と民主主義は矛盾しないと主張している。津田自身は近代的な実証史学を展開したのであり、危機を否定する動機がなかったと言われる。津田総吉は1948年に刊行された日本古典の研究において、白木政党を中心とする。 神宮皇后についての危機の記載を、後世になって転化されたものが多く、日本が白木を一時圧迫したのは事実ではあるが、神宮皇后伝説自体は、事実の記録、または、伝説公費から出たものではなく、よほど後になって、おそらくは、白木政党の真の事情が忘れられた頃に、物語として構想せられたものとした上で、伝説の成立時期を六世紀の慶太一朝や、金明朝とした、 直おき次郎は、津田の分析を継承して、昭和三十34、1五十九）年四月に、神宮皇后伝説の成立を、歴史評論二百四号に発表した。直おは、四世紀末に和国が白木を攻撃した、歴史的事実と、神宮皇后による、白木政党の伝承が一致することや、また、津田の警隊長や、金明朝平立説では説明できないことが、 少なからず存在することを指した上で、六世紀以降、特に水古天皇以降の史実との関係が深いことから、この頃に伝承が形成されたとしている。直樹は、応神天皇期に、大和政権が白木を圧倒したことは、事実また定説であり、神宮皇后伝説と史実が無関係と論ずることは、できないが、白木征伐の記事にコークリとの戦争が、 記載されていないこと着目して、次のように考察した。和国が高栗と戦争したことは、公会堂碑文などから史実であるが、だとすれば、危機における白木政党の箇所で、高栗について記載がない、またはほとんど問題とされていないことは、不自然である。四世紀末に和国が、白木信仰を行ったことは事実であるが、当時の和国の最大の強敵は、高栗であったし、 4世紀末から5世紀初頭における半島進出が伝承として記載されるのであれば、建国間もない弱小の白木に対する勝利よりも、兄弟優部なコークリとの決戦の物語が伝承されるのが当然ではなかろうかとし、白木政党のみが伝承されたことと、コークリとの決戦が伝承されなかったことに着目し、参観征抜の記述が成立した背景について、直木は5世紀末期以来、 白ラが強大になり、日本の半島支配が動揺してきたため、日本の半島における支配権、特に白ラに対する優越性を歴史的に基礎づける必要が出てきたとした。また、神宮皇后の実在性について、神宮皇后は中愛天皇の死後、政治軍事の実権を握り、王神天皇を出産した後も政権の中心にあったと記録されているが、 水古天皇の即位以前に、このような女帝が登場する例がないことなどから、水古時代以降の女帝をモデルとして構想されたのではないかという説を提唱した。また、神宮皇后自らが軍を指揮している点については、7世紀中央に、西明天皇がくだら救援と白木攻撃のために北九州に出征したことが、唯一の例であり、不自然であるとも指摘している。 このように直樹は、白木納豆について六世紀以来、朝廷内部に損した願望が原動力となって、白木政党の物語になったとする。また、日本による、白木支配の正当性を根拠づけるためにも、政党に際して出生する少子の指を鼓舞するために、対白木関係の権悪となった水庫町及び斎明、天寺庁の現実の要求が、物語の形成を促進したとし、 つもりしと、住吉神社や菓子宮など様々な現象が加えたと主張している。三冠征抜説話は、白木が日本へ徴降していたことや、日本が朝鮮半島で戦った記憶、女帝、斎明天皇が、白木遠征のために、筑紫朝倉宮まで行行した古事をもとに、創作、脚色されたものとしている。上田正明、直木幸次郎説。 この直樹による仮説と解釈については、井上三貞が、同昭和34年に刊行された、新説日本歴史二巻万葉の世の中の座談会において批判した。その後、藤間聖太、米沢康史、岡本賢治、吉井義隆、二宮正彦、塚口義信の研究が続いた。田村園長は、神話の造作時期を、天武、児童期とし、 当時の白木は和国への従属から抜け出し、白木王とは王が対等であったが、日本は律令国家を構築する中で和を日本に、和王を天皇に変更し、対する白木王、白木を茂ると規定、その一環として三冠性抜が増作されたと主張する。鈴木秀夫は、日本初期編三時の白木、万国史によって、在原初和神は、くだ王の統制に服し、 和王権の派遣軍は、くだらの傭兵的性格を帯びていたと主張し、その事実が誇張、拡大されて、未真日本府の存在や、和王権の見分けたる、くだら、未なの従属を格とする内容の中国王朝の師書、僧女、両書にある記述が成立したと主張する。なお、この他国を万国視する意識の成立に関しては、堀敏一は日本初期が、 朝鮮諸国の兆候を記しているが、中華意識では到来するものすべてを兆候と認識すると指摘する。山内孝一は、このような天下的世界認識は、中華文明を同様に受容した白木にも存在したことを指摘している。2011年、失われていた、良色構図が発見された。同書には白木について、漢や和の俗国であったと記載されており、三冠征抜に、 一定の裏付けを与えるものとなっている。また、竹光誠は、4世紀から5世紀にかけての白木と、九だらは、高ーと和国に比べて、国力も領土も弱小であったことに注意すべきであると、している。当時の白木の領域は、北九州と同程度で、九だらも、白木の2倍ほどであった。また、白木にとって、自国と同程度の広さの北九州と、中国、 四国、近畿地方を領土とする大和朝廷は脅威であった。比較文学、文化学者である、上海道賢一は、日本初期の記述中朝鮮半島関係の造作は、特に著しいとして、その理由は、日本初期編纂が、白月の絵の戦いで、と白木連合軍に敗戦したことを背景にていると、指摘している。また、上外はここで言う、国を、 下関にあった、白木系の国であった、五つ彦王国とした上で、朝鮮支所、白木本議によって、三四十四年二月に通婚、婚姻による同盟を、白木王に断られた我が激怒し、翌三百四十五年、国交を断絶し、三百四十六年には大規模な、白木信仰を行い、慶州の近所を包囲したとしている。五つ彦王国は、白木軍によって破れ、 廃下にあった出雲王国も離反し、没落、消失したとした。さらに、上書き替は、神宮皇后による、白木政党とは、まずは、この弱体化した、下関の五つ彦王国の打倒戦争であったとしている。楽しく、ご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。